ユニホンテレビ。はい、鳥海山木のおもちゃ美術館の佐藤です。本日も館内で遊べるおもちゃをご紹介します。まずはじめにご紹介するおもちゃはこちらになります。こちらは、スイッチピッチという名前のおもちゃになります。スイッチピッチですね。ちょっと2色に見えますけども、ピンクと、水色の部分ありますけども、球体なんですけども、ちょっとこう形がいびつになったりするんですけども、これどうやって遊ぶかというと、ちょっと上にポンと投げてみます。いきますね。今ピンクですね。はい、今キャッチしたら水色に変わりました。このように投げると今水色に変わりました。もう一回、今度またピンクに変わりました。ちょっと不思議なんですけども、ちょっと仕掛けのあるもので、投げて、ふわっと広がって、それがなぜか変わるという不思議な、おもちゃになります。で、今これよく見るとですね、ピンクはこう、ツーツーした、素材なんですけども、これが、水色になるとちょっとこう線がついてます。なので触った感触でも、違いが分かるので、例えば、目をつむって、これは今、水色ですね。ごめんなさい、目つぶったら取れないですもんね。はい、相手に、見てない人にこれ今何色でしょうとかやったり、あとは、投げて色がこう変わるので、変わらない時もありますけど、私今一人でポン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 やってますけども、二人で例えば向き合ってポンポン投げて、色を変えて遊ぶってこともできます。ちょっと不思議な、サイエンス的なものになるので、美術館の中の、サイエンストイのお部屋というのがあるんですけど、そこに、置いてありますので、ちょっとなんだろうなと思うんですけども、ちょっと投げてこう色が変わる様子をお子さんなんかが見ると多分おおってびっくりするとは思うんですけども、そういったちょっと不思議なおもちゃになります。スイッチピッチという名前のおもちゃになります。ぜひ皆さんも触って色を変えて楽しんでみてください。はい、続けてご紹介するおもちゃはこちらになります。こちらはスピンアゲインという名前のおもちゃになります。アゲインですので、何回も何回も繰り返しできるんですけど、このここですね、1,2,3,4,5,6 個、入ってますけども、これが何回も何回もなるんですけど、こうやってるとなかなか難しいので、実はこれ台座からこう軸が外れます。で、軸に入っているので、例えばこのままひっくり返すとこうですね。で、またひっくり返すと同じように何回も何回も繰り返す、回るもの、スピンアゲインですね。そのままなんですけども、これくっついてるわけじゃないので、例えばこれも一個ずつできますので、例えば刺して順番も特別ないし、2色なってますけども、どっちを入れても入るようになってますので、どの色を上にしたいだとかもありますし、あとはですね、これ2種類形がありまして、このちょっとこうなんていうんですか、ギザギザになってるものもあれば、こういった、お花みたいにこう丸みを帯びたもの、これが2種類ありますが、それぞれ大きさの違いで3つずつあるんですけども、何よりこれは特徴的なのはやっぱり動きですね。こうやってくるくる回るもので、そこまでこの大きさもない中でのこのスピードなので、子どもも目で追いやすいものになりますし、何回も何回も外してやれる遊び方としてはシンプルなので、何回もまた自分で選んだものを入れてもらう、入れてもらう、ただひたすらこれですね。本当に色と動き、そして何度も遊べるっていうのがこのおもちゃの最大の特徴かなと思います。スピンアゲインという名前のおもちゃになりますので、
ぜひ遊んでみてください。はい、館内には他にもたくさんのおもちゃございますので、ぜひ皆さん遊びにお越しください。お待ちしております。